はい、では授業を始めましょう。今日はこのイッガンマニラの、ことをお話ししたいと思いますが、その前にですね、天気のことなんですけれども、今日はですねまだ雨が降ってこなかったんですけど、曇っていたし、あと、風もですねかなり強い風があるし、明日はまだ曇っていると思いますが、実はですね体育館に行きたかったんですけれどもね、走って、こういう汗を、かいていいと思ったのにね、ただ、この靴、なんだそのラバーシューズ持ってなくてね、まあ、持ってんですけど、そのコロナの時にですね、マイレージロード使ってたし、結構直さないといけない状態になってて、そして何も使えなくなったんですからね。だから体育館に行きたかったんですけど、ラバーシューズ持ってなくて、それはまあ今日ダメだってことなんですけれども、これは直してこのラバーシューズ直して、体育館で走るという、つもりにしようか、つもりなんですからね。それはいつだろうな、明日涼しいですね、土曜日なんですから、土曜日だとしても仕事あるんですけど、そうだな、時間は、そうだな、その直すとこはその前に言ってたのはこの田舎にあるクリニックのとこ、このサンタルシアイーストグランドモールのとこへ、こういう直すね、直しに行く時ですね、あったんですけど、それは作らないといけないし、その時間はですね明日か日曜日かみたいなことなんで、まあとにかくで天気のことですね、天気のことも、見てみないとですね、そして、まあ行けばね直して体育館に行くようになったらいいと思いますね。はい、ですねそうだな、次はこのイッガーマニラという話なんですけれども、なんでイッガーマニラ調べてたんですかというと、実はですねこの、Cinco Video Juego Sobre Madrid っていう、動画ですね、これはエアロゲームスペインの動画なんですけれども、何の話ですかというと、このテレビゲームですね、ビデオゲームは、マドリードこのところですね、都市ね、そのスペインの都市なんですけれども、についてから、について、まあ、入れてたんですからね、そのビデオゲームね、この、5つのビデオゲームに入れてたんだから、だからその絵を、この人たちですね、エロゲームスペインの人たちが、話してたりして、はい。で、それを見てると、自分もですね、考えてたんですけれど、フィリピンの場合だったらどうだろうね。そして、インドマニラに行って、これは、そうだな、ウェブサイトとかもあるし、で、前もですね、メーリングリストに、参加してたんで、まあ、長い間使ってなくて、この、そうだな、その、使ってたのは、Yahoo のメールアドレスだったと思いますが、すでに Yahoo は、そのメールアドレスはなくなったんですからね、やっぱりですね、その、情報が漏らしたっていう事件があったんですからね、で、みんなに知らせたんですからね、それ、もし、何かの、情報ですね、漏らしたせいで、なんかの、なんかもらいたいみたいな交換としてなんかもらいたいって言うんだったらば、カリフォルニアに行ってくださいね。その裁判のとこへですね、みんな一緒に行って、こういう訴えですね、名前とか書いたりして、どれぐらいの金がですね、そのたくさん人たちの、まあ、100万以上の人たちと一緒に合わせて、
どれぐらいもらうかどうかして、あそこで計算しましょうみたいなことなんですけど、でも、それは別にいいんだったらば、それで、いいってわけですからね。はい。で、結局、自分は、そう、もう使わなくなったんですからね。で、思い出したのは、この違法に入手してる、犯罪グループもですね、やっぱりその、E メールね、インボックスとかも見れるんですから、データとか見れるし、で、思い出したのは、その、アウトロックですね。確かに、マイクロソフトアウトロックは、ダウンロード機能あるでしょう。で、それでダウンロードして、見れるわけですからね、そのインボックスね。それは便利になってるんですけれども、あと、その仕事とか、その IT の仕事だったらばいいんですけど、でも、この人たちは、こういう技術をですね、使ってると思いますかね。もし、まさにこの技術じゃなかったら、このぐらいの技術ね、使ってると思いますからね。それで、便利になるんですからね。検索できる、機能があれば、やっぱその RSA とかセキュリティのこととか、名前とかもですね、誰かのマサラッパボーイとかの名前を入れたりしてね、で、何を見てるかですね、わかるようになるでしょう。で、それ IP アドレスも書いてあるし、例えばワイヤーシャークの場合だったらば IP アドレス書いてあるからね。で、特にですね、ワイヤーレスだったらば、割と単に見れるんですからね。ワイヤードだったらば、ある程度なんかいじったりしないといけないところがあるんですけれども、ワイヤレスだったらばですね、IP アドレスとか、そのどこに行ってるかですね、すぐ見れるんでしょう。ね。だからその飛行機のとこですね、その、そういうところだったらば、よくみんなというか人に言われてるんですからね、気をつけないといけないですし、この効率的なインターネットアクセスだったらばですね、誰でも接続できると言ってんですけど、その誰でもですね、犯罪グループもね、接続できるんですからね。だから、そのネットワークに入っちゃったら、もう繋いでるでしょ。だから、このワイヤーシャークとか、こういうソフトウェア、ツール使って、勝手に、そのトラフィックね、そのデータの、通ってるところをね、もう繋いでいって、それでデータも見れるわけですからね。で、そうだな。前もですね、10年前ぐらいも、それ、こういうグループですね、あったんですからね、その学校、大学のグループがあって、そう、あそこに、参加してたんで、それで、この技ですね、見せたんですからね、やっぱ、その当時はですね、ラウターがあるから、誰かがそのラウター、まずですね、接続しないといけないですね。インターネットまで行けたかったら、その、ラウターに接続して、で、そのラウターのパスワードとかアクセスは、その一人の人が知ってるんですからね。その一人の人ですね。で、その一人の人は、このワイヤーシャーク入れたんですからね。それで、人たちはこれを使っているときに、例を挙げるとこういうセキュリティ問題あるよって言ってたから、で、その彼の、この人の Facebook 勝手に入れる、パスワードあるでしょ、パスワードあるに、それも取り出したんですからねで、勝手に入れるんですね。で、その後、Facebook とか Google とか何やったかというと、もうこの SMS、もし誰かが入ったら、この SMS が来るわけですからね。で、その SMS は何か言ったらかというと、あなたはこのアカウントね、入ったかどうかですね、確認したいってということになってるんですね。で、今回はですね、見てみると何やってるかというと、このピンね、ピンっていうなんかその番号ですね。まずこの番号は、携帯電話に SMS でね、出して、で、それをその、隣にあるパソコンね、その使ってるパソコンは、例えば Facebook とか、まあ Facebook は前からもちろん、まあ長い間使ってなくて、とにかくその Gmail だったらばですね、それをまず入れないといけないでしょう。その何かの番号ね、そう、ピン、ナンバーとかね、
触れられていないし、それで確認できるわけですからね。はい。だけど、それは勝手に、その誰かのアカウントですね、その口座を使うという場合だったらば、そういうやり方も出たんですけれども、ただその見てるんだったらばですね、見てるとか何かのデータのいじったりするの方は、あれもまだまだ、セキュリティとして気をつけないといけないんですからね。その勝手に見れるんですからね。なぜかというと、その RSA のパスワードはセキュリティ、として、これはその何かのデータを出すと、これ暗号化してくれるんですけれどね。ただ、その誰かがその RSA も持っていれば、じゃあ、その暗号化の、その解ける技になるわけですからね。で、見れるようになるでしょう。だから自分もですね、もう止めたんでしょう、RSA。毎年じゃなかったら、2年間ぐらい、新しい RSA 買わないといけないんですけれども、で、結局、それは何の意味にならないみたいですからね。まあ、ある人たちだったらば、じゃあ、買って、そして、人たちにね、ある程度こういうことあるんよって、だからその、犯罪グループもこの RSA を解ける技ね、持っていけないといけないですからね。つまりその RSA の解ける技持っていなかったらもうその RSA はいいんですけど、だけど、まあ自分としてはそれまあダメみたいですからね。この犯罪グループは、例えばこういうドラゴンボールみたいなやり方になっちゃうでしょう。だから RSA 使って、で、こいつらもその RSA の解ける技術を持って、で、もっと強い技、強い技術を使って、そのエンクリプションとか暗号化の何かの数学ね、もっと複雑な数学を使って、で、この人たちもですね、そういうみたいなことなんだから、だから一番早いのは、この犯罪グループを、違法入手している犯罪グループを壊す、潰すわけですね。で、この人たちは、この、メンバーたちはね、まず上々に死んだりして、で、どんどんね、人たちは、あれなんで死んだか、ね。で、気づいたら、あ、やっぱ悪いやり方やってんだね。で、みんなはそのニュースとかもね、情報入ってあるね。この人たちはプライベートの学校とかも勉強してたんですけど、こういうことやってると、容入してる。みんなこれをやって、で、知らせられるわけですからね。それが止めるね、この問題ですからね。で、じゃあ誰かがまたこういう同じことやると、みんながよく知ってるんだからね。死んじゃうですね。ね、潰されちゃうっていうことになっちゃうんですからね。そういうことなんですからね。一番いいと思いますからね。早いし、で、この間接的なコミュニケーションもやめる。ね。何やってるか、で、間接的なコミュニケーション、もう長い間、ね、効率的ではない。何言ってるか結局わからない。で、答えとして、まあ、無視していい。だけど、無視しても、それ、止められない。こいつらは勝手に殺す。ね。で、人たちはもう濃度の問題ですとか、みたいなことになってる。だから、それだけじゃ、この問題は解決できないだけですよね。つまり、やらないといけないのは、この、違法入手してる犯罪グループ、ね、潰さないといけないんですけれども。で、話に戻りますと、その、イグダーマニラの話に戻りますと、このシルベストレ・バリーさんのことなんですけれども、ですね、これは2015年の、動画なんで、まあ動画というか、ミーティングでして、ミートアップ、そしてその彼はですね、ゲーム業界に、入って、こういうゲームですね、インディーゲーム作ってたんでして、そしてそのインディーゲームって、実はですね、もし自分は、本当にこれやりたいっていう気持ちあれば、だけど金は自分しか持ってなくて、時間も自分の時間しか持ってなくて、大きい会社に入ってなくて、こういうゲームを作って、で、彼もですね、いろんな体験でして、みんなに
分かち合ってあったりして、例えばこのニュースのとこですね、このゲームですね、なんとかね、みんなに知らせてくださいみたいなことなんですけれども、たくさん人は、それは、ダメだと言われたんですからね。で、まあなんでそういうふうにやったかというと、まあみんなにですね、やっぱこういうゲーム作ったよってね、でこういうノウハウを持ってるよとみたいなことだと思いますが、彼はですね、結局、このニュースね、の人たちはじゃあ受け入れようかみたいな状態というか、まあそういう結果になって、結局もっとたくさん人が知るようになってダウンロードして、で今のところはこの動画の時に、まあ働かなくてもね、まあ結構金あるんでして、そして、やっぱそのゲームのことですね、次のゲームとかそういう業界で、続けたいですね。まあ、働かなくてもいいんですけど、この作業とかこういうことは、続けたいなと言ってるんですからね。で、そうだな、あとは何だろうさ、そうだ、もう2023年なんだから、8年もね、かかって、どうなってるかですね、それも知りたいんですけど、自分もね、知りたいんですけれども、ニューヨークタイムズですね、誰かが本を書いて、みんな、たくさん人買ってくれた、ね、ニューヨークタイムズベストセラーになって、あれは、調べてみたら、100万ドルぐらいですね、100万ドル、以上だと思いますが、プレイヤーをもらうわけですけど、たくさん人が買ってくれたんですからね。で、その関連はですね、どれぐらい使えるかというと、まあ、10年間ぐらいかか、使えるんですよね。で、ただ、その10年間後どうなるかですね、もう暮らしてしまう状態もあるし、まあ、続ける人たちもいるんですけれども、この場合はですね、このベリーさん、ベリーさんじゃなくて、そのシベステ・バリーさんの場合は、もうちょっとしたら10年になりますから、じゃあそれも動画としてまだ出てないみたいですけれども、ゲームデベロッパーの記事ね、彼は、この、ゲームデベロッパーのウェブサイトをね、書かれたんで、でこれは2020年ですね、その書いたものは見出しとしてゲームデザイナーレッスンズインMaking an Among Us like game in 10 days みたいな、まあ、みたいなって言って言うんですけど、まあこれは英語なんですけれども、ゲームデザインね、ゲームデザインですって言うんですから、で、それは何習ったかですね、そのゲームデザインのことをですね、10日のこの、ゲームね、作りなさいっていうんだったらば、何を作れるかというと、彼はこのアモンアスみたいなゲームを作ったんでして、で、何か習ったか、この記事、で、読めるんですけれども、実はですね、自分もですね、アモンアスやらないですからね、遊ばないというか、ディスクルーム、その彼らのゲームはディスクルームなんですけども、これも遊びないみたいですけども、自分として。なんで遊ばないかというと、ですね、まあ、かなりですね、時間ですね、入れないといけないですからね、そのゲームの、ゲームプレイとして、その、一緒にいる、こういう、まあ、コンピューターたちなんですけれども、まあ、もしモルチプレイヤーだったらば、その、周りの人たちも入ってるんですけれども、その気持ちとか、そういう、感情に関係あるものですね、心理学なんですからね、それ。で、実はですね、自分の生活はもういっぱいなんですよね。それは、例えばその違法入手してる犯罪グループへのうるさいよと、何かのアイディアとか何かの問題とかも、そういうことは考えたくないでしょうね。あと誰か悲しい、寂しいとか、
誰かバカとかそういうのは、ね、実はですね、聞いたことないですからね。そういうのはで、まさにこのゲームはそういうなんですからね。そういうゲームみたいなし、それからも、考えないといけないですからね。誰かがこういうことを考えてるとか、誰かがこういうアイデアを持ってるかとか、みたいなことだったらは、あんまり、そこまでもですね、人生もそうなんだし、で、ゲームもそうだったらば、あんまりやりたくない、気持ちになってるから、だからそういう意味で、こういうゲームは、まあ、確かに、遊べない、と思いますよね。まあ、アモンガスもそうなんですけれどもね。そういうことなんですけれども。はい。で、そうだな。そういうことなんですけど、まあ、このゲームデベロッパーまでもですね、書かれたものですね、になってるし、まあ、自分はですね、そういうこともですね、やったことないしですね、自分がやったのは自分の、ニュースサイトみたいなことを作り上げたんですけど、そんなにたくさん人が見れるかどうかですね。実はですね、ゲームデベロッパーは元、ガマスウトラポントコムじゃなくて、.com ね、.com。大学の時もですね、読んでたんで、やっぱその、ゲームのことですね、もっと知りたいとか、そういう、どういうふうにこういうゲームとか作ったりするかですね、この情報をですね、欲しかったんで、だから読むわけですけれども、その長い間ですね、一度も自分が書いたものここに書かれ、まあ見れない、ことなんですから、だから結構こういうものがあるからこそね、かなりいいなんですけれども、だけど、すでに2023年なんだから、あとはどうなってるんですかね。それも、よく、うちもそれやってるんですからね。なぜかというと、その方向として、どうすればいいんだろうね。何が起こったかね。あと、何が、効果的とか、みたいな、ことを探してるんですからね。まあ、自分の、やってることは、そのできることはこの経理のことなんですかね。そのコンピューターを使って経理のことをやってるんですが、まあある程度それは、金が来るんですけれども、で、その金の、それに加えてね、時間も、来るんですから、それでその時間はですね、どうやってもっと、その収入として、上げるようになるかですね。そういうことなんですけれども。で、そういうことなんで、まず、ゲームを作って出して、誰かが、買ってくれるような、なんだろう、その、楽観的な気持ちでこういうことをやるっていうのは、歴史見てみると、それは失敗しちゃうと思いますかね。落ちちゃうと思いますか。だから、そういうことはですね、まあ、自分もそれに分かってるんですから、だからできれば、まあ、ゲームを作るんだったらば、その、目的として、達成できるかですね、そのゲームを作って、例えば無料、ね、ただでダウンロードできるんだったらば、結局何の目的があるかどうかですね、例えばですね、もっと人たちはこのコンピューターのことをですね、興味だけじゃなくて、その本当に知りたいね、知能、能力、スキルアップとかしたいっていうんだったらばいいと思いますからね。もっとたくさん人が、大半の人たちはコンピューターの脳を持っていれば、その効率的なやり方がですね、理解、そういうことをね、持っていればいいと思いますからね。前と同じような低いスキルレベルね。例えばそのウェイトレスさんとかになっていたんですけど、何年間かかって、それは何の変化もならないね。何の変化もならなくて、その役割としてまた同じ仕事、同じ、ウェイトレスさん
になってるとあんまり良くないでしょう。だからどうすればそのスキルアップになれるんですかね。やっぱそのノウハウをですね、増やさないといけないんですかね。で、増やすにはこのコンピューターのこと、やらないといけないんですけれども、日本だったらば実はですね、まあ会社としてたくさんコンピューターの会社があるんですけれどもね、でそのコンピューターあんまり好きじゃない、興味ないんだったらばその芸術とかに行くでしょう。で芸術だったらば何を知ってるかというと、やっぱそのもうちょっとその金はあんまりね必要じゃないというか、なんかまあ必要なんですけれども、その一番上になってないでしょう。そういうこともまあ大事なんですからね。その自分もそういうふうにお願いしてるんです。一番上は金じゃないですからね。そういうこともあるんですけれども、ただその、結構人気になるのはその例えばピカソさんとか、かなり進歩というか、かなり、生活としてなんだろう、その家族作るにはあんまりできないと思いますからね、そういう生活だと。ピカソとか、あとバンゴーとか、そういう人たちだったらばですね、かなり人気者でしょう。で、日本だったら芭蕉さんとかですね、あれは、まあ、その、先ほど言った金が一番上じゃないとか、ことだったらばですね、自分の生活そういう風になりたかったらですね、まあできた人もいるんですからね、そういう生活だったらばですね。で、ゲーム業界だったらば何やってるかというと、その混ぜてるわけですからね、そのコンピューターノウハウを持ってる、エレクトロニクス持ってる、で、こういう何かの医学系とかできる人たちだと、あとその音楽もね、できる人たち、これ一緒にするわけですけれども、ただその日本の業界もですね、日本のゲーム業界も、そうだな、こういう印象というか、なんかその長い間、このゲームですね、見てたんですけど、遊んでたんですけど、その人たちとして、このゲームを作ってた人たちとして、なんか、なんだろうな、その、流れとして、方向として、もう、そうだな、その、よく出てるのは、その外国の人たちからのゲームになってるんですからね、そういうことになってたんで、で、どうなってるんだろうな、そのところなんですからね。まあ多分ね、その、日本の人たちも、やっぱりね、その、年取って、かなりですね、きつくなってるかどうかですね、その生活として、きつくなってる人たちもいると思いますからね。そのあとその歴史とかのソニー時代にディスクが出た時に、そのソニーさんが、お願いしてた、ことなんですけれども、これも記事からもよく出てたんですね。いっぱい会社が潰されたね、なんかね、ゲーム作りたかったのに結局金が切らしちゃって出さないといけない状態になって、ただ人たちはあんまり買ってこれなかったんで潰されたわけですからね。あと例えばその本当にいいゲームなのに誰も買ってこれなかった状態とかもあるし、まあ、本当にどうなってるのみたいな、エンターテインメント、まあエンターテインメントなんだからな。で、人たちはどういうふうにね、生き続けるかどうか、生き延べるかどうかですね、今見てみると、その、大きい会社ね、そのブランドを持ってる会社は何か出すときに、で、その小さい会社はそのサポートするわけですね。なんかの技術、集中して、そのブランドをね、大きい会社にサポートするわけですけれども、そういうやり方なんですけど、そうだな。それでもですね、まあ海外の協力が必要となっている、例えばそのバンダイナムコさんのエルデンリングとかですね、
その海外の人たちとね、そのゲームオブストローンズとかの人たちの関係ね、作らないといけないし、まあ結局その名声というかですね、まあ名声大事になるんですけれども、そうだな、そういう、結果というか、まあその今の時点というかですね、そういうことなんですから、まあフィリピンだったらはそんなたくさんね、そういうゲーム作ってる会社はあんまりいないと思います、あんまりないと思いますかね、あんまりないんで、まあとにかくその、こういうコンピューターのことなんですからね、前もですね、なんでこういう業界に入ったかですね、まあゲーム業界じゃなかったら、そのエンターテインメントじゃなかったら、このコンピューター情報とかに関係ある IT に関係ある業界に入ったがですね、なんでかというと、まあ前からもですね、このテレビゲームとかですね、自分もね作りたかったんですからねということなんですからね。でどういうふうに動いてるかとかですね、で徐々にね、ああ そういうことかね、そのピクセルとか使ってこういう、ゲームエンジンとかまでも作って、こういう物理学からのものもですね、入れといて、まあそういう何かの規則とか何かのことを入れて、あ、じゃあこういう動きになってるわけですからね。そういうことも、ある程度理解できるようになって、やっぱその人たちもですね、自分だけじゃないと思いますからね、人たちは。どういうふうにね、こういう技術ですね、作れるかですね、あれも大事だと思いますからね、本当に。僕らはこういう時代になってるし、コンピューターとかネットフリックスとかテレビとか、いろんな出てきた、いわゆるその最先端の技術なんですけれども、本当にどう動いてるかです。それも、そのまま使ってるだけでそれを知らなかったらあんまり良くないと思いますからね。大半の人たちはそういう、コンシューマーまで、まあまでの存在になってるか、本当に年取ったら、その年取った人たちに対して本当に問題になっちゃうからね。その例えばこの違法侵入してる犯罪グループね、なんか誰かが殺された、誰も知らない、濃度の問題だってそれだけみたいなことだったらばね、やっぱこういうワイヤレス技術すでにやるぞって、でこういう人たちはこれを勝手にもう長い間これやってるんでしょ。でこの友達とかですね、いきなり殺されたって言ってんですけれどね、亡くなってね、なんでだろうね、そういうことなんで、もし年取って明日はないとかになるなんていう状態だとね、やっぱ、その若い頃からね、これは解決したかった、すればよかったみたいなことでしょ。だから、もう分かってるですからね、違法入手してる犯罪グループを潰さないといけないですからね、そういうことまで、しないと、まあ、また、その先ほど言ったような、その間接的なこのコミュニケーションも、ぐるぐる回ってるだけで、もう、カオスね、その、分からない状態になって、何言ってるかです、何のアイディア、もう逃してる、こういうことが、で、この違法入してる犯罪グループ続いてるわけですけどね。その違法してる、続いてる。その何かの執行員はまた来るみたいなことになってる。そういう解決ね、必要。まあすでに分かっていますね。はい。以上です。今夜もありがとうございます。